はい、どうもこんにちは、まさやんです。本日も FF8 リマスター版のね、カードゲーム編をやっていこうと思います。本日は、GF 編になるんでしょうか、ね、ティンバに入りまして、GF のカードをゲットできる最初のポイントです。この方ね、ワッツさん、この方が、アンジェロというカードを持っています。おかしなことになったよ、いきなり。いきなりディフに変わってるし、何かいいけど、はい、オープンでね、あれだったら問題ないですけどね。ルールが変わってきてる、どんどん。はい、ああそうか、これめくれるんだよな、忘れとった。間違っても持っていなかったよね、変なのは。はい、なかなか出せてこないって、おなじみパターンでもこれは。で様子見ましょうかね。5、9、6、7があるから、6、9で、この奥か、とりあえず。これでも返せんだろ。勝ちましたね。はい、勝ちました。まあレアカードはね、
色が違いますので、はい、アンジェロ、はい、ね、無事アンジェロのカードをゲットいたしました。ね、早めにね、ゲットしておかないとあと取れなくなるということもありますので、一番最初にですね、ティンバーの方に入りましてゲットできる最初の、GF カード、 GF カードかな、こちら、GF カード、あ、 GF ですね、はい、 GF カード、こんな感じにね、まあ普通にこれちょっともうちょっと戦ってるんでこんな入ってますけどね。で、今取れるカードは、最初のバラメディアで、学園長からサイファー、ゼル人のお母さんからゼルのカード、キステスチュリープの FC 会員ナンバー2の人からキステス先生のカードで、これディアボロスは、倒したら絶対もらえます。アンジェルは先ほどのワッツで、コモグリは、バラムガーデン内の、1階にいる、端に待ってる青い服着た青年、エフリートは討伐ですねが、ゲットできるカードです。あとはもうランダムに入るんでね、ここら辺はね、で、今回は、まあね、強いカードが揃えばそうそう楽ですんで、早めに忘れずに取りましょう。では本日は、ご視聴ありがとうございました。ティンバ編第一発目の、GF カードゲットの内容でございました。またですね、多分この後も確か、あったような気がします。ね、また別のですね、キャラクターカード、が GF カード編でお会いいたしましょう。それではまた別の動画で会いましょう。それでは失礼します。